東京オリンピック・パラリンピックこのコーナーは約1年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックを紹介応援するコーナーです今、このコーナーが始まる前に衝撃的な事実を河合社長から聞いたんですけども河合社長のおば様ですかねがあのオリンピックの開会式あの当たったとっいうことなんですけどすごくないですか すごい確率ですよね、ううね私の家族なんても,うもちろん開会式、閉会式多分14枚ぐらいもういろんなあの競技の申請したんですけど全部落ちたんですよ、うん、でしかも開会式、閉会式なんて多分もう皆さん応募するじゃないですか。ででその中で当たったっって もうなんかもう奇跡のようなことですね。すごいおめでとうございます。おめでとうございます。河合社長ではないですもんね。あの私も今第二回目の申請があの始まって、こないだ申請したんですよ。ちなみえっと開会式閉会式、えっとゴルフの一日目初日目男女の。を一応やりまして、全部当たれば全部で十五万ぐらいです。ああ、なるほど。そうなんですよ。 当たればですね当た,当たりたいですね 1>, 1日はちょっと行きたいですよね一緒に一度あるかないかです、ね、そうなんですよ東京でやっぱ開催されるっていうのと、えー、まあやっぱあの関,関東にいるのですごく近いゴルフ場も近いので、えーえー、ぜひ見てみたいなと思うんですけどす、ね、まあ真夏なのでね,ですね ちょっと体調とかも管理しながら、というの。イやばいですよね。確かに。確かに。石川遼選手とか。でねでね、生で。あのぞぞカップの時も見れたんですけど、うん、もしかしたらまたね。うん、日本に来るかもしれないので。でね、楽しみですよね。はい まずそのゴルフのオリンピックの情報は実は先週言ってしまったので今日はちょっと違う競技の紹介をしたいと思いますそれがえっとオリンピック競技のラグビーでございますどうですか河合社長はラグビーはご覧になられましたかそうですねあのー、ねワールビーラグビーのワールドカップはもう見ましたはい、はい、もう大盛,り上がり大盛り上がりでしたねまさ,かまさかって言ってはあれなのかもしれないんですけどあんなに盛り上がる とはちょっとね、なんかみんなこう思ってもいなかったんじゃないのかなと、ねうんうん、もう毎日テレビでもニュースでもね、うん、もうラグビー、ラグビー漬けで、ラグビーっねワールドカップの期間中、この東京周辺もなんかね、はい、日本じゃないような、はい、なんか、本日本人ももう外国の方も、いろんなところでこで集まって、うん、あのテレビ見て完成したりして。 チケットとかもなかなか入手できなかったりとかでもあのまだまだちょっと私もそうなんですけどあのルールとかわからない方もいらっしゃると思うのでちょっと概要を説明したいと思います、えー、ラグビーのまず起源からですね起源は1823年にイギリスのパブリックスクールであるラグビー校で開催されていたフットボールの試合中に えっとウェブエリスという少年が突然ボールを抱えて相手のゴールに目指して8。走り出したそうなんですよ。で、それがまあ、あのー、まあ、期限と言いますか？それがまあ、ラグビー。 そっからラグビーが始まったと。でその後ラグビー校ではボールを持って走ることが一般的になってラグビースクールフットボールが人気となったそうです。でイングランドではたくさんのラグビークラブが作られてラグビーは世界に普及していったと。で1871年にラグビーフットボールユニオン えー、RFU 現在のイングランドラグビー協会が設立されて初の国際試合がイングランドとスコットランドの間で行われて、えー、1886年には国際ラグビーフットボール、えー、評議会が発足したで15人制と13人制7人制など、えー、様々なラグビーが世界各地でプレーされていて各地大会が今、開催されているということです。 あの基本は多分15人制で、うん、あの日本でも開催されたと思うんですけれども今回のオリンピック競技は7人制のラグビーだそうです、男女ともにですねでフィールドの広さは一緒うでそうなんですフィールドの広さは全く一緒なので本当、一人一人がスピーディーにダイナミックに動くところが見どころということです。 で、まあ、あのまあ、広いラグビーフィールドでスピーディーな展開強烈なタックルが繰り広げられる。一瞬にしてえーが入れ替わるので目が離せない競技となっております。で、相手を抜くステップ、走り切るスピード、パスキックなどあの後ろにしかね。パスがあのできないこと。以外は自由度が高い。競技で様々な戦術を駆使して相手の。 えー、ジンのゴールラインにボールを運ぶことで得点が得られる競技だそうです。で得点後にはキックによる加点もあると私そのラグビーをあの今回あのテレビとかで見る前はあのボールを後ろにしか運んじゃいけないっていうことを知らなくて、うん、ちょっとサッカーのイメージでいたんですよなので前に前に持っていくもんなのかなと思ったら見てみたらあれなんで後ろに持っていってるんだろうっていうのが結構あの意外で。うん ちょっとそこから引き込まれたっていうのもありますね。で、えー、フィールドの大きさは7人制でも15人制と、先ほど言ったように同じ幅、70メートル、長さ100メートルと結構広いんですよね。で,よねで、その広いフィールドを少ない少人数でプレーする分、一人一人のスピードやタックルの強さが一層求められると。また長いパスを 対応してボールを大きく動かすためダイナミックな試合展開となるのも魅力だとで試合時間は15人制の80分に対して14分になるみたいです、うん、で短くハーフタイム2分間を挟んで全員が一瞬たりとも気を抜けないスピーディーな戦いを繰り広げる見る側も決して目を離せないとそうか15人制の場合は80分もやるんですね。うん、まあでも今回はあのー 数が少ないので14分の短い時間で試合を競技するとのことです。で得点の方法は4種類ありまして相手のゴール、えー、領域内にボールを設置させるグランディングという、えー、トライっていうのもありましてこのトライが5点でそのトライ後にゴールポストの間にボールを蹴り入れるコンバージョンゴールっていうのがありますそれが2点。で試合のの流れの中でゴールポスト 間にボールをワンバウンドさせて蹴り入れるドロップゴールっていうのがあってそれが3点らしいです。で相手の反則時に与えられるペナルティーキックでのゴールが3点とでこの4種類があるんですけど、えー、試合時間の短い間で、えー、常にトライを先行しているチームが有利でトライ後のコンバージョンによる2点の加点や、えー、勝敗や戦術に大きく影響すると。 ただこの4種類がが得点につながっていくんですねあの私もう本当、知る前はあのポールとポールの間にあのボールを入れる競技だとばっかり思ってたんですけどそれはまた違っていてあの陣地にボールをいかにこう早く持っていくかとか。 あのこうやってやっってぱりルールをしっかり知ってから見るのと見ないのとでは全然違うのでそうですね楽しみ方も違います、ね、そうなんでしボールの形もねやっぱ特殊じゃなないですかそうなんですすかそうんよこの間、一度だけちょっとこのラグビーボールを持つ機会がありまして<ー>あのキャッチをさせてもらったんですよ、ええ、そしたらもう全然サッカーボールみたいに丸じゃないので、うん、なんか圧力がすごくて縦にこう飛んでくるじゃないですか、うん、回転しながら。うん、だかからもうなんか まあ、しっかりつかめるはつかめるんですけど威力がすごいです、うん、なんかあの鉄砲玉が飛んできたんじゃないかってぐらい早かったですも、またテレ,ビでテレビで見るのも、ね、すごい迫力があるんですけど実際、ちょっと生でも見たいなっていう気持ちもあるんですけどね、そういう機会がありましたら見たいなと思います。で、えー、です、ね、それれラグビーはは東京スタジアムで行われます男子は7月29日 から行われて女子は7月の30日から始まりまりす、えー、そして8月の1日に女子は、えー、表彰式が、えー、あり終わりということなのでぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。ということで今週は、えー、っとオリンピックのラグビーについてご紹介をさせていただきましたありがとうございました。<music>